昔だったら例えば本を起こすときに本物の人の経験談とかそういうのっていうのを盛り込んでたりしてたじゃないですか。もう実録ってありましたからね、はいはい、実際にあった構想をテーマにした作品っていうのがいっぱいあったので、ですよね、はいはい、でももう今はもうそういうのもなし。そうですね。あ、そうなんですか、はい、クリーンな現場。クリーンですね。わあ。出演者の方にもちょっと関係があったりとかそういうのももうない、はい、もうないと思います、まあ、そこまで言っちゃうと個人個人のことなんで、はい、僕は分かんないですけど、はい、そういう噂があったら多分もうキャスティングされないですね。 あとやっぱ昔は街で撮影するときって地回りの本職の人にお願いしてガードを頼んでたとかありますけど、もう今はもう逆に警視庁に道路許可証、使用許可証を取って。そっか、はい、じゃあ本物の方にお願いしに行くんじゃなくて警視庁逆行ってんだ。ちゃんと書類で。うわー、そうだから今山口が言ってたように昔は、ここら辺でロケやりますよってなった時にそこを仕切っている組の人たちに一升瓶持っていつからいつまでここでロケやるんでって言ってこう一升瓶を置いていくとなんとなく守ってくれるっていうのがなんかちょっと、はい、ルールっていうのなんか暗黙の了解みたいなのが、ね、あったよね、はいはい、バラエティもありましたけどね昔は。あったんですか、はい、その場所がそういう場所だと挨拶に行かない と、はい怒られるよ。そうそうみたいな。そうですよね、はい、昔はありましたよね。そうですね。だからこうやって任侠ドラマとか V シネマみたいなのが、はい、みたいなこと言われるんですけど、はい、いや普通の民放の連ドラだって、うん、みんなそういうところには挨拶してやってたんで、そうですよね、うん、まあ、そういう時代だったんですよね。あっていうか YouTube で見られるのはここまでです。アベマならデマ投稿を許さないを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。続きはアベマでご覧ください。